球団のスコアラー。うん、あいつ誰や？お前変わったな。高橋周平選手が、昨年までとは別人と驚き、他球団のスコアラーは、バットのヘッドを投手側に傾けた打撃フォームになり、打球の強さが昨年までとは全く違う。別人のようですね。ヘッドが走っているから逆方向に打球が飛ぶし、タイミングの取り方もしっくりいっているように感じます。懐が深いので変化球にも崩されずヒットゾーンに運べる。立浪監督の現役時代の打法と重なりますと分析する。マジで今シーズンいけそう。周平村松三好の3人は今年覚醒してくれ。いい意味で開き直ってる感じあるよね。現役時代の監督並みに活躍してくれ。今年は良くも悪くも放置されてるのが、いい方向に向いてる感じする。昨年とは別人、ファンもそう思ってます。これだけ結果残して控えはもったいない。周平はボール球振らず、球の見極めができてる。周平セカンドで若手をショートで競わせれば？他球団のスコアラーが本当のこと言うメリットなくない？お前、変わったな。ドラドラ情報局をご視聴いただきありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひ、よろしくお願いします。